ハジもね、いろんな経験して這い上がってるんでね。富山遊びに行きましたよ、何回か。あの、哲さんいる時も遊びに行きましたし、はい、榎本哲さんね、哲さんとも榎の電話もらっていろいろ話したり、はい、あ、スクールね、岐阜のスクールも全然顔出せないとこあるから顔出したいなと思う。何もできんけど遊びには行きますね、はい、古橋選手は全然つながりないですね。でもいい選手はね、本当に、うん、関田もとも連絡取りますよ。ザイオンは何かで連絡取った気がするけど、はい、コウタさんとは全然取ってないですね。久保さんともあれだし、心臓も電話ありましたよ。よかったですね。まあちょっと吉田さんまではだいぶ遠いけど、これがもう点と取り続けてほしいなとは思いますね。厚木とは全然取ってないかな。でもほんまにいい選手だったな。今安心して見てられるな。いやマジで浦和のなんていうかな、そのやっぱ浦和出身として、その裏の顔になってほしいなと思いますね。ミシャとはね、連絡取るとかじゃないんで、ダイさんとね、たまに連絡取ってますけど。グリーンズのイベント。おうち以外でもまあ寝れますよ。だって遠征があるんで、それで寝れなかったらやばいですからね。裏で注目している選手、まあ共に頑張ってほしいなとも思いますね。タカさんとも連絡ちょこちょこ取りますよ。はい。渡るは元気ですね。元気っていうか何も変わらないです。懸垂5回ぐらいできるようになったかな。うん。やっぱちょっと向いてないんで疲れてきたんで、いよいよやめます。はいはい、もう病院も病院なんで、あの皆さん良いオフをお過ごしくださいませ。まあちょっとなんか報告というか、まあこういう時にしかこういう更新ってできないなと思ったんで、少しでもなんか皆さんに気持ちが届いたらなと思っています。またなんかこういう機会なんで経過とかも報告しつつ、まあ、誰かとまたコラボできたらいいなと思ってますんで、暇だったら遊びに来てください。もうてかあんまりこんな見に来てほしくないな。はい、程よく適当にやるんで、はい、今度からもう夜にやったら結構人来るんで昼にやります。わからんけど、皆さんじゃあおやすみなさい。良いオフを。